田中圭。田中圭は日本の俳優である。1984年7月10日に東京都に生まれた。2000年ドラマ孤独な果実に出演し俳優デビューした。2003年ドラマウォーターボーイズで主人公の親友安田隆の役を務め、脇役ながら注目を集めた。2011年ドラマまっすぐな男で共演したタレント女優の桜と結婚したことを翌日に双方の公式サイトで発表した。2018年オッサンズラブに主演し、本作での演技が認められ第97回ザ・テレビジョンドラマアカデミー賞主演男優賞を受賞した。2019年主演するドラマあなたの番ですで102回ザ・テレビジョンドラマアカデミー賞主演男優賞を受賞した。実力派であり多くの賞を受賞した。